マリオ・ホセ・モリーナ・エイリケスは、メキシコの科学者、マサチューセッツ工科大学教授、フロンガスによるオゾン層破壊の危険性を指摘して、パウル・クルッチェン、フランク・シャー・ウッド・ローランドと共に1995年度のノーベル科学賞を受賞した、自然科学分野のノーベル賞を受賞した、最初の、そして唯一のメキシコ人である、バナジウムの発見者であるアンドレス・マヌル・デルリオ、 傾向否認薬の発明者であるルイス・ミラモンテスと共にメキシコ三大科学者の一人に挙げられているメキシコシティで弁護士で外交官であったロベルト・モリーナとレオノア・エンリー・ケスの息子として生まれた1965年にメキシコのメキシコ国立自治大学で科学工学の学士号を取り1967年に 西ドイツのフライブルク大学で修士号を1972年にアメリカ合衆国のカリフォルニア大学バークレー校で科学の博士号を得た。モリーナは2006年2月にグアダルーペアルバレスと二度目の結婚をした。1974年から2004年にかけてはカリフォルニア大学アーバイン校、メキシコ国立自治大学、カリフォルニア工科大学のジェット推進研究所、 マサチューセッツ工科大学などで様々な研究をした。2004年7月1日時点では、モリーナは、カリフォルニア大学サンデー語校の科学科とスクリップス、海洋研究所の大気科学センターに所属していた。ノーベル賞モリーナ・トレイス・ミラモンテス1974年、カリフォルニア大学アーバイン校でのポスドク時代に、ローランドと共にフロンガスのオゾン層に対する、 危険性に関する論文を書き、ネイチャー氏に寄稿した。その頃、フロンガスはスプレーガスや冷媒として広く用いられていた。当時は学会が無関心であったことから、二人は1974年にアトランティックシティで行われたアメリカ科学会で記者会見を開き、フロンガスの待機中への放出の完全な禁止を訴えた。科学者や産業界からは、 疑問の目で見られ続けたが、米国科学アカデミーの科学者による外説が公表されたことにより、1976年に何らかの行動を起こす必要性があるとの合意に立った。これによって、スプレー缶や冷蔵庫からフロンガスを除く動きが世界的に広まり、モリーナは後にノーベル賞を受賞することとなった。モリーナは科学指教アカデミー、全米科学アカデミー、 薬学協会のメンバーであり、いくつもの環境組織の委員、大統領直属の科学委員会などいくつもの委員会のメンバーである。小惑星番号9680番モリーナは彼の名前にちなんだものである。モリーナに関する短い電気が1999年にオックスフォード大学出版局より発売されたオックスフォードディクショナリー・オブ・サイエンティスツに掲載されている。 メキシコ大統領、エンリケ・ペーニャ・ニートの気候政策アドバイザーを務める。オックス、エディザベス、A2、Z オブ・ケミスッツ、ファクツ、オンファイル・インク、ニューヨーク、ニューヨーク、P143 から145、世界の動きと、国連ヘンツ環境省ボルボ環境省2004年、受賞者、ガバメンツウェイト・オバマ・エス・ムーブ・オン・カーボン・ツー・ゲージ、US クライメート・エファーツ・メイ26、 2014ニートハットアンレリーディグリーズグランテッドバイドゥークイン2009 2016年7月13日閲覧アンレリーディグリーズグランテッドバイハーバードイン2012 2016年7月13日閲覧アンレリードクターイトバイニーベルシダットアウトノマデルエスタドデイダルゴ2016年7月13日閲覧アンレリードクターイトバイニーベルシダットデグアナラハラ 2016年7月13日閲覧、ありがとうございます。